風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才の目次第、映画バクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。はい、時刻は10時まもなく1分になろうかというところです。 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスター頭のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、ちょっと前から私の中でもベストキッドブームが起こっており、今週のハスリングは正直ジャストタイミング、勢い余ってサングラスオフサングラスオンね、そういう訓練になりますからねこれね。はい、ガタ無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、ベストキッド。1984年のヒット作ベストキッドのリメイク、弱々しい高校じゃないよね、中二って言ってるか中学かな、元か弱々しい高校生が空手の達人である常人に鍛えられるという筋立てを、中国に引っ越してきた小学生と過去に傷を持つカンフーの達人という設定に変更と、オリジナル版の要素を継承しつつ新たな師弟コンビが紡ぎ出す感動ドラマに仕立て上げた。主演の小学生を演じるのはウィル・スミスの実子である、ジェイデン・スミス。カンフーの達人をジャッキー・チェンが演じる。監督はピンクパンサー2、これこれもリメイクの方というか新しい方ですね、ピンクパンサー2の、ハラルド・ズワルドさん、ハラルド・ズワルドさんということです。はい、ということでリスナーの皆様からも、メールをいただいております。メッセージの量なんですが、まあ普通ぐらいの量、有名タイトル、ビッグタイトルね、クラシックのリメイクかつ、タマフルリスナー的には大好物のはずのカンフー映画なので、この量はちょっと意外、まあ、そのだからリメイクってところで引っかかるところがあるのかもしれませんね。でそのメッセージ全体の皆さんの傾向なんですが、賛否両論とで、ダメだというダメ派の意見は、オリジナルにあった師匠と弟子の関係性が、失われてしまったなど、オリジナル版との比較でダメ出しをする人が多いとね。まあやっぱオリジナルはね、思い入れある人もいるでしょうから。また主演のジェイデン・スミスは頑張ってるけど、父親のウィル・スミスの影がちらついてどうも点点点との意見も、まあ、親バカ映画ね、おいっつってね、お前のためにベストキッドを作ってるぞっていうね、お前主演でっていう、まあ、そういう意味でね、親バカ映画っていう、そういうとこが気になるような意見もある。良かったという人の意見、主演のジェイデン・スミス、ジャッキー・チェン、2人の演技が良い、師匠と弟子の絆が感動的に描かれているなど、オリジナル版とはまた別の視点で良さを見出している様子ということです。代表的なところをご紹介しましょう。これね、メールでいただいてて、ラジオネームないんですが、男性の方、このリメイク作、自分はオリジナルよりも良いのではと思いました。個人的に一番グッときたシーンは、ハン、これジャッキー・チェンが演じる、まあ、今回のお師匠さんですね、前回でいう宮城さんにあたる、ハンが過去のトラウマを超えられず酔いどれているところに、どれが主人公の、ジェイデン君が演じるどれが、修行を申し出るというか、まあ、修行なんかちょっと練習しようよみたいな、ね、感じでやるシーンですと、ハンがどれにカンフーは自分を守るためのものと説いたとき、それはカンフーは喧嘩の武器ではないといった肉体的な意味だったのが、このシーンでは精神的な意味に変化し、しかも弟子が師匠を思いやるという形で、どれ自らがその意味を悟る名シーンだと思いましたということです。ラジオネームジフさん、20歳男性、僕のこの作品に対する気を受け取ってください。これ気があのね、中で窓に書いてたの難しい方の気、気を受け取ってください。まず僕はどれと同い年ぐらいに同じような思いをしました。そう、いじめです。だからこいつの気持ちが痛いほどわかるんです。僕もいじめっ子に負けないために格闘技の番組を見てイメトレした。もちろん学校でいじめっ子に会わないために隠れたりもした。そして親にも怒りをぶつけた。でも僕の周りにはハンさんみたいに強い人はいなかったので、まあ僕の話はここまでにしてと、まず主人公のジェイデン・スミス君の演技、肉体、そしてそのキュートさが半端なく良い。小柄でもあの表情の豊かさは天性の素質かと、見た人ならわかると思いますが、最後のエンドロールのオフショットの素顔、イチコロですよね。次にジャッキー特有の演技は少なかったものの、彼のオーラというか映画に色をつけてたと思います。ストーリーに関してはまさに僕の映画の一つに入りました。ところどころどれのギャグとか弱音とか優しさに僕はもうノックアウトです。ある映画の師弟関係の、言い回しとか、本当どれはボンクラだなって思いましたね。
スターウォーズの話かな、全国のいじめられっ子、そして自分に自信がない子は夏休みの宿題よりも夏のお受験勉強よりも大切なこと、勇気をもらえる、まさにおすすめですっていうね。おやーベストキットね、これ見る上でこういう効果があるんだったら素晴らしいことですね。はい、ね、逆にダメ方向をちょっと紹介しておこうかな。初めてメールいただきました。ありがとうございます。しげぽーさん、ありがとうございます。今回の2010年版ベストキットが残念なのは、制作者が84年版の持つ最大の特徴を取り去ってしまっている点です。ほう。今作では、2人の関係が疑似的な父子、親子関係として描かれます。しかし、2人の関係が師弟から親子、それも現代的な対等な親子へ変わった結果、少年の修行の過程が大変に不自然なものになってしまうのですと。84年版と同じくドレ少年はジャケットを着る脱ぐという反復動作を意味も分からず繰り返します。しかしこれをさせる以上、あえて断言します、オリジナルだとワックスオンワックスオフっていうね、ちょっと詳しく後で言いますけど、これをさせる以上あえて断言しますが、ジャッキー演じるハンさんとドレの関係は師弟関係以外の何者であってもならないのです。物心のついた人間に対し、意味が分からなくてもとにかく言われた通りやりなさいと言えるのはその人の師匠だけです。理由を伏せて、教えるというのは師弟関係のマジックを引き出すための特殊な教育方法であり、そうでないなら最初から理由を明らかにして教えればよいのです。もう一点、どれを教育するハンさんが教えることを通じて自らも成長するというストーリーは大変結構だと思います。しかし泣いているハンさんを元気づけ立ち直らせるのがどれ少年であるというのも物語のバランス上はおかしいのです。これが入ることによって二人の力関係は一気に対等になってしまいます。そしてドレさんの口からハンさんは最高の友達だよ、というセリフが出るに至り、ベストキッドという物語の通底音ともいえる師弟関係の緊張感は完全に失われてしまいます。最高の友達だよっていうセリフは元にもあると思うけどね、別に師弟でなくてもいいではないかと思われるかもしれません。でもだったらベストキッドをリメイクしなくたっていいではないかと思う。まあリメイクの意味ないじゃん。師弟関係を描かないのならそれはもうベストキッドでなく何でも機会可能な少年アクション映画でしかないのです。シゲポさんはその前にオリジナル版に対する思い入れをね、すごくいっぱい書いていただいたりしてというのがありました。という感じかな。はい。皆さんありがとうございます。はい。僕もちょっとオリジナル版の話もね、たっぷりしたいのでね、ちょっと時間がどんぐらいいけるのか。結構でも僕見た時はね、混んでましたよ。新宿ピカデリー。で、なおかつ、普通の感じの客っていうのかな、本当に普通の人、感じのお客でいっぱい で、反応もすごい良くて、なんかひょっとしたら中国人の観光客の人とか多かったのか、なんか普通の映画館よりすごい笑い声とかがものすごい積極的に出る感じで、なかなかいい雰囲気で見たというのも、ちょっと僕の感想には加わっているのかもしれません。まあリメイクということですね。で、そうなんだけど、僕見終わった後ですね、まあ、そこのピカデリーのエスカレーターをこう降りながら、周りの、まあ、これは日本人の若者、二十歳前後ぐらいかな、若者が、いや、なかなかみたいなこと言ってて、これリメイクなのみたいな。うん。で、そうだよ、つって。そっちもジャッキー・チェーンだ、違うよ、みたいな。そんな会話を、まあ、するぐらい。まあ、オリジナルがね、84年だから、そういう意味では、まあ、その、無理もない時代なのかもしれません。84年ベストキッド。まあ、タイトル、現代は空手キッドですよね、空手キッド。これ日本以上にですね、日本でももちろん有名な作品だけど、アメリカではちょっと一種その、なんていうんですか、ポップカルチャーアイコン的な、クラシック映画として、まあ、定着してる。これどのぐらい定着してるかっていうと、アメリカに留学していた時の、KW 社員さんがですね、当時空手キッド大流行してて、で日本からやってきて、普通だったらね、ちょっといじめられたりすることしかねないところを、もう空手ポーズ取るだけで大人気、ワックスオンワックスオフでもう大人気だったらしいんですね。はい。そんぐらい、まあ当時も人気だったし、あとやっぱりそれがどんだけクラシックとしてね、そのアイコン的に残ってるかっていうと、シネマハスラーでこの間扱ったパリより愛を込めて、ね、ジョン・トラボルタが出たやつね。あれで、トラボルタが演じるチャーリー・ワックスさんというね、非常にタチの悪い、方がいましたけど、そのチャーリー・ワックスさんがワックスオンワックスオフってね、やりますね。あれはだからその、元のオリジナルで、そのワックス掛けをさせられているのがいつの間にか訓練にという、まあ、有名なくだりなわけですよね。でそのクラシックなセリフをワックスオンワックスオフってこうワックスさんが言うと、で、まあ、それは要するにみんな知ってるでしょうが前提なぐらいってことなんですけど、その時に僕そのパリより愛を込めて表でちょっとこれ言ったかどうかちょっと忘れちゃったんですけどね、パリより愛を込めてのそのワックスさんがですね、まあ、なんでこのセリフが出るかというと、一つにはそのワックスさんもその主人公に対してミステリアスな指示をする、要するに主人公はワックスさんがやることが本当に正しいのか分かんないままついていくという死の立場、宮城さんね、の立場でもあるということがまず一つと、そこを引っ掛けてるのが一つと、同時にこれが一番大きいんですけど、このパリより愛を込めてのピエール・モレル監督の前作96時間、シネマハスラーでもね、取り上げましたけどの脚本が
ベストキッドのロバート・マーク・ケインメンさんなんですよね。だからそのめくませっていうところが一番大きいんだと思います。はい、っていう話をパリより愛を込めてを取り上げた時に僕言ってたっけと。でもし言ってなかったらこれは言っといた方がいい件だと思います。はい、ということです。まあ、ともあれね、その日本以上にアメリカではクラシックになっている、全4作、この間の三宅龍太さんをお迎えして、あの3が好き4が好きのね話をした時もその話出てきましたね。はい、で、あのこのタイミングでその4作全部もテレビ東京でもやってて、で DVD でもまあ見直したわけです全部ね。したらやっぱね、僕そのベストキッドブーム来たるなんて言ってましたけど、本当にね改めてハマっちゃいました。やっぱベストキッドシリーズ、やっぱこのシリーズ面白いと。まあ監督ジョン・ジー・アビルドさんね、まあロッキーの監督ということで、まあ少年版ロッキーとしてこうっていう面もといえばまあ確かにそういう面もあるんだけど、それ以上にやっぱこのシリーズ最大の魅力っていうのは、まあやっぱり、まあ言うまでもないことですけど、その主人公のダニエル君を演じるラルフ・マッチョね、当時はね、すごい人気がありましたから、アウトサイダーとかラルフ・マッチョさんと、その範之パッド・モリタさんというね、この役でアカデミー助演賞にノミネートされたぐらいなんですけど、が演じる宮城さんっていうののこの指定コンビがの相性の良さってことですね。早い話が、この二人が揃った時の画面に起こるマジックってことですよね。もう揃うだけでもう何かマジックが起きちゃうっていう、そういう相性の良さがやっぱ最大の魅力と、で特にやっぱりその宮城さんっていうね、日系アメリカ人なんですけど、このキャラの魅力、まあすごくね、身も蓋もないことを言えば、まあ西洋人アメリカ人が考える理想の東洋人っていうか、プラス当時のその日本にアメリカが感じていた勢いというかね、ミステリアスな勢いみたいなものも象徴されていると思う。それが今は、今回は完全に中国に変わったっていうことだと思うんだけど、でね、これ宮城さんのキャラクター、DVD とかについているその解説とかだとね、元は三船敏郎を考えてたって言うんですよ。でも三船敏郎じゃちょっと強すぎる、強い感じがしすぎる、でいろいろそのオーディションしてる時にコメディアンのそのパッド・モリタさんっていうのをまあやっカメラテストしてみたら、そのすごくハマった、そのすごいひょうひょうとしてるっていうか、で一種コミカルなというか、でまあ先人的でもあるというかね、はい、そういう佇まいがもうもろにハマった、まあもろにヨーダっちゃヨーダなんですけどね、すごく、まあヨーダはもうすでに登場してますから、スターウォーズだからヨーダを意識した感じでもあるんだけど、でなんだけど過度にその宮城さんというキャラクターを漫画チックにしていないというのが、この監督のジョン・ジー・アビルドセンのですね、まあ言ってみればちょっと昔のこう感じっていうのかな、言ってみればアメリカンニューシネマ的な泥臭さ、人間臭さっていうのを引きずった演出っていうか、それでいて語り口としてはすごく無駄がなくてっていうのがね、生きてるんだと思います、元のね、空手ベストキッドは。例えばですね、宮城さんがダニエルに空手を教えるっていうのをこう決めるシーンがあるんですけど、それは結果として長回しっていうか、ワンシーンワンショットになってるんですね。でこれは要するに本当はカットを割ろうと思ってたんだけど、二人の相性がいいから長いシーンなのに持つっていう判断をするわけですね。でこのジョン・ジー・アビドルセンさんは、なんかその中でも言ってるのは、リハーサルしてカメラを回して3分が勝負だみたいな、つまりその演技の鮮度みたいな、演技が生き生きしてることっていうのすごくこだわりがすごいあるっていうね、すごくちょっと丁寧な撮り方をしてるような人で、素晴らしいシーンがいっぱいある。例えば、まあ、僕はもう本当にこれ号泣名演なシーンなんですけど、まあ、本当に仙人みたいなちょっと超然とした存在に見える宮城さんがですね、その過去がうっすらと浮かび上がるシーンがあるわけですね。宮城さんが夜に一人でお酒飲んで酔っ払ってるわけですね。で、ダニエルがそれ見てちょっと驚くと、唯一その人間的な弱さをさらけ出す場面なわけですけど、でそこでこうちょっと浮かび上がってくるのが、どうやら彼は、まあ、第二次大戦中にいわゆる日系人部隊第442連隊、っていう、まあ、要するに最もこう勇敢に戦う、最も多くの勲章を受けた部隊と言われている442連隊にいたっぽい。これベストキッド 3,4 でより明言化はされるんですけど、ここでなんとなくそれっぽいと。でと同時に、日系人が当時その強制収容されたわけですよね、収容所に強制収容された。そのどさくさで妊娠中の奥さん、つまりその子供と一緒に奥さんを亡くしてしまっていたし、つまりそのアメリカっていうのの光と影の部分を内面で引き裂かれながら体現しているキャラクターらしいっていうことが浮かび上がるわけです。だからそれがを踏まえると、彼が古いアメリカをですね大事にコレクションしてたりするのも、それを踏まえるとすごく味わい深いディティールだったりすると、でそういうキャラクター的な深みの部分を
この場面では全く押し付けがましくなく、説明的すぎずに的確にこう伝えてるっていう、これ本当あのジョン・ジー・アビルドセンさんのもう演出の真骨頂だと思うんですね。でどうもそういう悲しい思い過去がというかね、引き裂かれ実は複雑な人物だっていうことを新聞の記事とか言葉の断面とかからこうダニエルは、主人公のダニエルは知ってどうするかっていうと、宮城さん酔っ払って寝ちゃった、こう静かに一礼して部屋を辞するんですね。ここでつまりその宮城の苦悩を知ることでダニエル自身もまた自ら成長したってことをものすごく端的に示す名シーンだと思って、もう僕はここでいつも大号泣してしまうんですけど、はい。であとはそうですね、あのジョン・ジー・アビドルセン演出が冴えるところといえばですね、あの、まあ、有名なクライマックスの試合シーン、あの鶴のポーズを取ってね、からのっていう非常に有名なからのってすごい有名な場面ですよね。なんだけどこれあのイメージだけで、覚えてるイメージだけで見直すとちょっとびっくりすると思うんですよ。どんぐらい何をびっくりするかというと、すんごい見せ方があっさりしてるんです、その場面。あのちょっと引きのカメラでカットも変わらないままからのの次があるわけつまり実際の試合中継的な見せ方はね、この試合の場面全体そういう見せ方が多いんですけど、ここは特にちょっと引いた感じで見せてて、でドラマチックな印象っていうのはむしろ音楽、あのビル・コンティさんがね、でそのビル・コンティの音楽単体はちょっと普通だったらちょっと情緒過多じゃないのってぐらいゴーンって盛り上げてるわけ。それとそのここまでのすごくたっぷりもう2時間以上かけた感情 のドラマの積み重ねがあるから、そのバランスがすごくね、あの効くんですよね。今だったら間違いなく鶴のポーズからのって、そこは間違いなくスローでしかも繰り返して見せたりするとこじゃないですか。それをものすごくあっさり見せるっていうね。で、まあ、そこに至るさ、終盤ダニエルさんが、まあ、足怪我しちゃって、でどうしよう、でも試合続けたいって時に宮城さんがですね、まあ、途中でに出てくる展開とも重なるんだけど、こう手をこう分かったっつって手をパンコシコシコシ、そこでビル・コンティの音楽が、そこまでは割と抑えめだった音楽がズーンって鳴り出して、こっから言ってみれば展開自体は口頭無形になる分、ジョン・ジー・アビドルセンはそのある意味ちょっと抑え気味な演出でその口頭無形になっていく展開を、そのアビルドセンさんがあの説得力あるその映画内リアルに見せてるっていうか、そのね、その演出のバランスとかが、あ、こんなバランスだったんだって、意外と抑えめなんだっていうのすごい感心したりする。ちなみにこのあの鶴のポーズからののとこはあのラルフマッチをね、あの怪我してるはずの足で着地してたりして、ちょっと本当はおかしかったりするんだけど、でラルフマッチ自身あそこ嘘くさくないかなってすごい心配しながら見せあのやってたりしたらしいですけどね。はい。でその勝負がつきましたっつったら速攻で映画が終わるっていうね。これそれこそ今っぽい映画だったらダラ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 後日談ねつけたりしかねないところを、もうそっけないぐらいパッと終わるっていうのもね、いい味だったりとかね。あとはやっぱりあの敵ですよね、コブラカイですよね。コブラカイの、で、特にあの、コブラカイのその師匠の、クリーブさんっていうね、これ演じてるのマーティン・コーブさんつって、ランボー2で、ヘリの操縦士ですよ。ランボーがこうやって帰ってきて、で、おいってこうやってるでってとこに、おう、よく無事帰ってきたなってとこに無言で殴られるあいつですね。マーティン・コーブさんのそのキャラの立ちっぷりいいですね。コブラカイいいですね。忘れがたい。とかですね、またいい場面いろいろあるよ。僕、あと、ここもすごい号泣名なシーン。あ、号泣名ってか嫌なシーンだ。これ効果的なシーン。あのね、コブラカイがどんだけ嫌な、こういじめっ子をするわけじゃないですか。でね、コブラカイこう、ダニエルさんが空手習おうと思って行ったら、実はそのいじめっ子たちがそこで習ってて、うわーっと。で、その外でお母さんと食事してるわけで、お店で。そのお店のガラスの向こう側にお母さんとダニエルを挟んで、向こう側にコブラ界の連中がいて、お、あいついるぞって向こうは気づいてるわけ。このものすごい嫌なショットがあるからこそ、その後のいじめがものすごい効くんですね。つまりこういうことですよ。つまりダニエルがその後いじめられて、もう自転車をバーンってゴミ箱に投げつけて、もうやだって慟哭するわけですよね。これどういうことかっていうと、ダニエルはその僕は確かに誰かには頼りたいんだけど、そのお母さんにだけは頼りねえんだと、つまりお母さんに一緒にいた直後にやられて、そこをまたお母さんに見られる思春期の男子の弱みっていうかね。で、誰かに足りてるのは山々だけど、お母さんにだけは頼れない。つまりそれは俺のもっと弱いことになっちゃうから。だから彼は本当にあそこで追い詰められてるっていうのが、そこの積み重ねでやっぱ出ると。で、そこでここがうまいんですけど、そこでわーっつって、もう嫌なんだよっつって帰りたいっつって、ガーンって壁をバンバン叩く。それでわめくんですけど、そこは実は宮城の事務所なわけですね。で、つまりここは無意識に宮城さんに助けを求めてるというように見えるんですよね。
これ無駄のない見事な演出だから、その宮城さんの事務所の前で騒ぐだけじゃなくて、あそこのドアを叩く、まあ、壁を叩くってところがね大事なんですね。これ今回壁を叩いてたかどうかというあたりをね比べちゃうんですけどね。はい、そんなこんなで、まあ個人的にはすっかりベストもきっとブーム来たるという流れで、という感じなんですね。まあ、他にもしベストキッドシリーズでちょっとなんか1位以外でなんかとしたら、このベストキッドシリーズのすごく本質的なテーマとして、まあ、師弟関係ってもそうですけど、要は良い師匠と悪い師匠、ひいては良い考え方と悪い考え方っていう、まあ、突き詰めるとこういうが本質的なテーマなんですけど、そこの部分をより突き詰めたと言える3はまずおすすめかもしれませんね。あと4のマイケル・アイアンサイドさんが悪い師匠でできてね、ここ初の師匠対決が、直接対決が見られるというのもね、いいかもしれません。はい、そんな盛り上がった気分で見た今回のリメイクということでございます。結論から言います。僕の結論。はい。変わってないところ。基本プロットとかほとんど変わってないので、変わってないところは変わらずいい。で、変わってるところは当然あるわけですけど、変わってるところは、7-3 ぐらいかな、で、前より良くなってるとこが多いと思います。つまり3は良くないなと思うとこもあるんですけど、もしくは、7-3で、これはこれで独自の魅力あるんじゃないかなっていうところはあると思います。ということで、これだけこう、なんていうのかな、評価も確定して、まあ、つっても、いわゆる名作っていうのとはね、ちょっと違いますけどね。その、ちょっと、B 級とは言いませんけど、隙もあるけどクラシックなんだ。そのリメイクとしては、かなり僕は、よくやってる方じゃないかなってか、かなり上出来の部類って言っていいんじゃないかというふうに僕は思ってます。変わったところ、まず最大変わったところはですね、空手キッドじゃないやんっていうことですよね。まあ、師匠がジャッキーチェンになって、舞台が中国になってというところでもう、完全にクンフーキッドなわけですよね。っていうか、これ、単なる言いがかりというよりは、すごくちゃんとクンフーしてるから中で、ガンガンクンフーしてるから、こんだけちゃんとクンフーしてんのにタイトルが空手キッドってちょっと、かわいそくねっていうか、なんかそんな感じがするというぐらいです。で、今回のそのリメイク最大のプラスは、でも実はこの部分、だと僕は思ってます。つまりジャッキーチェンが入ったことで、マーシャルアーツ映画というか、アクション映画として、まあ、リアリティとか単純に迫力の部分という点では段違いに増したっていうことだと思いますね。はい、要は一番比較として近いのは、スターウォーズのエピソード4、最初のエピソード4のオビワンとダース・ベイダーのライトセーバー戦がエピソード1の、ダース・モールとのあれぐらいに変わったぐらいの進化、その感じに近い。つまりだから必ずしもその昔のやつのちょっと牧歌的なっていうかね、その感じがその作品全体の質をとイコールでは別にないんだけどもというちょっと前提で聞いてほしいんだけど、マーシャルアーツ映画としては確実に上がってるでしょうと。で、と同時にやっぱりそのジャッキー・チェンがなんかまあ完全にね、ある種初めて老け役っていうかで師匠役っていう時点でですね、一種グラントリノ的なというか、そのジャッキーが師匠役をっていうその映画史的考えもやっぱりあるわけですよ。つまり要するに彼がかつて初期作で鍛えられてたようなことを今度は彼が教えるということなわけだから、実際水拳でやってたその竹を使った練習とかね出てくるわけで、でまあ、ちなみにこのジャッキー方面を掘り下げるだけで結構な時間がかかってしまうので、ちょっとここら辺はさらっといきますけど、で例えば新宿インシデントってね、あれもすごく良かった映画としてすごい好きなんですけど、ジャッキーの演技っていうのがストレートに相当いいです。そのアクションは置いといてもと思いました。その初老の影を引きずってた男っていうので、得意のそのコミカルな、その、側面っていうのはね、まああるにはあるんだけど、ぐっと抑えて、だいぶダークなトーンで演じきってて、すっごく僕いいと思います。ジャッキー・チェンはいい役者だっていう風に普通に思う感じです。で、まあ、当然その宮城役っていうのがさっき言ったように、その元のベストキッドのすごく大きな魅力だったので、当然そこはね、意識しないわけがないんですけど、登場シーンで、歌詞でハエを掴むっていうね、これは要するに完全に一作目オマージュなわけですけどね。なんだけど同時にあそこの場面の箸でハエを掴もうとしている男がっていうオチの付け方は、今回のキャラは宮城じゃないよっていうきっぱりした決別宣言とも取れるような僕オチの付け方だなと思いましたからね。はい、でまあそんなこんなでですね、あと主人公がまあそのラルフマッチョ、まあイタリア系だけどアフリカ系アメリカ人になっているってことですよね。まあワスプではないっていうね、は共通している。要するに金髪の白人は主役ではない。むしろ脇とか、まあ前のオリジナルだったら敵っていうことですよね。で、
ここにも一つちょっと僕は考えを感じるというか、アフリカ系アメリカ人ポップカルチャーとしてのクンフー映画っていうのがあるわけですよ。位置づけがあるわけです。まあ、ヒップホップカルチャーとクンフー映画の関わりの深さっていうのはね、まあ、例えばウータンクランとかも別に例を出すまでもなくという感じで。で、まあ、これも掘り下げていくとちょっと小一時間かかってしまうので、ちょっとさらっといきますけど、そういう位置づけから見ると、元は一ラッパーだったウィル・スミス。皆さんなんかウィル・スミスが嫌いな人が意外なほど多くてびっくりするんだけど、まあ、ウィル・スミスはまあご存知の通り、元々はフレッシュ・プリンスっていう一ラッパーなわけです。DJ ジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスというね、本当にオールドスクールですよ。で、あのフレッシュ・プリンスの息子がジャッキー・チェンに中国で教えを請う映画っていうね、僕はこの時点で何かこう文化の輪が一つ繋がったっていうかですね、自分の好きなものの輪が一つ繋がったっていう感じで、ここでも考えを感じたりはするわけですね。はい。はい。どんどん急がないといけないよ。で、ですね、まあ、それは別にしてもね、まあ、その、皆さんが反感を感じてる部分、まあ、究極の親バカ映画なんて言われてますけど、言われてます。確かに、エンドクレジットのね、いろんなその、なんていうか、素の写真で、ウィル・スミスまで出てくると、ちょっとその何かなって感じはしなくもないけど、気持ちはわかるけど、ただジェイデン・スミス君、それは別にしてもね、アクションといい、体作りといい、あとやっぱ演技といい、この年齢のこの役柄としては、最良の結果を出してるというふうに思いますね。ちょっと、これ以上は考えられないぐらいの結果を出してると僕は思います。まあ、元のダニエルさんよりはちょっと若めなわけですね。なので、さっき言った、例えば、お母さんみたいな、思春期的うじうじなおやなお感とか、それから来るなんかこう、切羽詰まった感みたいなのはなくて。で、まあ、やっぱりその、とはいえね、結構イケメンっていうかさ、イケイケな感じ、まあ、勝ち気な感じがちょっと前面に出てるので、単に生意気に見えるっちゃ見えるなくもないとこもあるんだけど、ポイントはですね、やっぱ、すごい小さいんですよ、この子。だからいざ戦いのシーンになると、その背の低さっていうのがすごい際立って、特にそのクライマックスの試合のシーンとかで見せる表情は本当に怯えている感じで、そうなるとね、ちゃんと子供の顔になっちゃうっていうか、そこでやっぱその今回の主人公の弱さ面っていうのもちゃんと機能してるかなと、思いました。だからそのダニエル君の弱さとまた違う弱さ面っていうかですね。で、そのクライマックスの試合なんですけどね、これもだからアクション面の迫力が上がってるっていう意味ではですね、今回まあ全然もう前のあれとはちょっと違う感じね、その子供同士がマジでバッコンバッコン当て合いまくると。で、中国怖っ感もうまく利用してる。世界が感じる中国怖感というか、俺たちが自慢されたい中国、もしくは俺たちが怖がりたい中国、というのをうまく利用しているっていうことかもしれません。敵役のこの面構えがね、本当に肉々しかったりとか、もう見事なものだと。で、全員ちゃんとクンフーすげえっていうことですね。で、クンフー映画として、まず水準が普通に高えっていう、ことだと思います。で、まあ、対、その、なんだ、対中国というか、対異文化っていう意味だとですね、まあ、ともすれば、アメリカ人の調子こいたガキが外国に来て、結局は調子こく話にもなりかねないところをですね、ガールフレンドの役柄を僕はですよ、ガールフレンドの役柄をうまく使って、つまりその、例えば言葉の面で言うとですね、最初の映画始まった時点で彼はもうその、中国語を覚える気なんかさらさらないみたいな感じなわけですよ。これは典型的な、調子こいた、ね、アメリカ人によくある態度なんですけど、日本にいる人でも結構いるんですけど、それがガールフレンドとのいろんな交流を通じてですね、あ、ちなみにオープニングのその言葉喋る運動なんのタイトルが出るタイミングとかすげえ最高だと思うんですけど、まあそれはいいや。ガールフレンドを通じて最終的にはその異文化に対してちゃんと敬意を払ったコミュニケーションを一応努力して取ろうとするというところに行くと。ちゃんとその面の成長を描いてる。からこそ、そのアメリカ人が中国人にただ勝利するっていう話になっちゃわない、そういうやだみがちょっと残るような話になっちゃわないバランス感覚があるかなと思いました。オリジナルのね、ガールフレンドエリザベス・シュートはね、身分格差っていう問題がよりクローズアップされて、それはそれでまあ悪くはないんだけど、ただあれメインの話とはあんま関係ないよね実はっていうとこもちょっとなくはない。あとエリザベス・シューはちょっと太り気味じゃないのかっていうのも感じなくはない。はい、まあそれはいいんだ。で、ただまあその対中国云々で言えば、そのやっぱ中国紹介っていうか観光描写がやっぱたくさん入ってるわけですよ。サービスとしてというか。で、それがやっぱりこの、なんていうのかな。話本来のカロリーに対して映画の尺が
ちょっといくらなんでも長すぎかなとは思いますね。2時間20分はいくらなんでも長すぎる。もともと長めなんですよね。2時間6分もある映画で、それはやっぱりそのさっき言ったいろんなものをじっくり見せるっていうために使ってたと思うんだけど、今回はそういうなんていうの、ちょっと関係ないところで長くなってるのもあるかな。そのガールフレンドとデートするところで、あのね、ガールフレンドがレディーガガに乗せて、ダンスが実は上手いとか、正直ね、ああ、こういうのはやめてくれと思いながら見てましたけどね、恥ずかしいっていうね。あと、バンディの頂上はどう考えてもやりすぎっていうね。はい、ということです。ただね、僕が考える、やっぱベストキッドブーム来たるですから、寝ても覚めてもベストキッド、空手キッドのことを考えてる私からすれば、このシリーズの大事なエッセンスは僕きっちり入ってると思います。まずその、わかりやすいところではこれが何の役に立つんだよな繰り返しが実は訓練になってる。オリジナルはさっき言った、ワックスオン、ワックスオフですね。あと、塀のペンキ塗りが、まあ実は訓練になってる。で、これやっぱ見事なのは元のやつね。一見家の手伝いをさせてるだけに見えるっていうところが、そのパッと森田、演じる宮城のすっとぼけたキャラクターに合ってたわけですね。このおっさん本当になんだと。で、その意味では今回は、ジャケットを脱げ着ろっていうのは、その、ズバリ、そういうふうには見えないわけですよね。その、何か他のことに役立つようには見えない。もろに訓練っぽく見えるから、さっきのしげぽさんとかの指摘もそこなのかな。もろに訓練っぽく見えちゃってるから、その味わいは確かにない。俺も、そこはどうかなと思ったんです、最初は。ただまあ、まず、教えてんのがジャッキーだから、まあもうこれは訓練ならしょうがねえよなっていうとこが一つと、あと僕このジャケットの脱ぎ着が訓練がオッケーってなったのは、心底感心してしまった部分が一つあって、そのトレーニングを始めて初日、ジェイデン君奴隷がうんざりして帰宅した後の、母子のやりとり。今日は何を教わったの？何にも。って言って、そこでの起こるその展開と演出ですね。これぜひまあ実際見ていただきたいんだけど、こういうのすごい好きなんですね。ほんと気が利いてると思って、ここで、僕こういうとこでまた泣いちゃうんですね。うまっと思って。うん。それ、つまり、まあ、今回もちょっと指摘されてましたけど、師匠が父代わりの教育者であるってことが、まあ、すごくわかりやすく提示される作りなわけですよ。で、その分、母と主人公の関係性っていうのも、前のよりちょっとこう、まあ、関係性違うんだけど、明確になったところもあるかな。オリジナルのその、思春期男子特有のその、お母さんとの距離感みたいなのは、好きなんだけど、なんかその、あんだけ言うこと聞かなかった子がっていうのが、あそこでこう、明確になって、僕はもうこのくだりだけで大合格っていう、感じでしたね。あと、さっき言ったそのベストギットという話のその大事なエッセンスというか、最も根本的なとこ、本質的なテーマのとこ、つまり、良い師匠と悪い師匠、良い考え方と悪い考え方の戦いってかの対立という話ですよね。で、というのがですね、このテーマがオリジナルにはないラストに用意されたある展開で、このテーマがより明白になってるんですよ。で、それがはっきりカタルシスにつながってるんですね。だから僕はこの作り手たちはベストキッドっていう空手キッドっていう話の旨味をよく分かってんなと思いました。その最後に用意されたオリジナルにはないある展開でまた号泣メンしてしまいました、私は。ただ、同じ部分で個人的に大きくマイナス部分のもあったりはするんですよね。その、良い師匠、悪い師匠というテーマ。そのちょっと手前の部分で、その敵方の師匠がですね、足を狙えってね、まあ、卑劣な指示をするわけですね。で、その、さすがのライバルも戸惑うっていう、これはもうオリジナルにもある展開。全く同じ場面なんですけど、カット割りとかもほとんど同じなんですけど、これをオリジナルと比べるとわかるんですけどね、ライバルはもっとその敵の師匠をね、その足を狙えて卑劣な指示をされて、もっと、動揺さしないとダメです。あれは。オリジナルはもっとすごい動揺してるんですね。オリジナルでそのジョニー君っていうのを演じている、あれはもっと、要は、この人何言ってんのと。俺が学んできた師匠はひょっとしたら悪い人なんじゃないのか、間違ってんじゃないのかっていうふうに、至ってすごくこう、アイデンティティが崩壊しかける、揺らぐ場面なわけですよね。なので、で、それがあるからこそ、より前述のテーマが鋭く浮かび上がるし、その後の、最後、まあ、トロフィーを彼が、自ら渡すという展開にも説得力が出るということで、なので、この師匠の指示に対して、まあ、今回はなんかちょっと戸惑うぐらいでね、まあ、次はまたやる気満々になっちゃったりする感じに見えたんで、ちょっとそこはね、なんだよって、ラストであれやってんのに、なんだよ、分かってんのか分かってないのか、どっちなんだよっていうね、感じがしました。あとですね、
さっき私がね、そのもう宮城さんの人間的な面が出てきた時のシーンがもうボロ泣きでって言いましたけど、今回それに当たるシーン、ジャッキー・チェーン演じるハンさんの、まあ、ある意味人間的弱みを見せる描写、そういう場面はちゃんとあるんです。なんだけど、そのオリジナルのバランスがやっぱりその絶妙すぎるっていうのと比較するとですね、今回は、確かにジャッキーはすごく熱演しているし、非常に胸を打つエピソードにはなっているんだけど、ちょっと言葉にしすぎだよね。新聞記事があるのに、それを、で、しかもその新聞記事ね、はっきり見えるのに、ちょっと言葉にして繰り返してるだけになっちゃうし、さらにその後で、君から教わったよなんて、あんなの、口で言っちゃダメじゃないかなっていう感じがしますね。あと、これは本筋とはちょっと違いますが、ジャッキー・チェンがその車の中で泣いている。そうすると、ドレ君がですね、まあ、要するに竹の棒で一緒に訓練しようよってこう誘うんですけど、その竹の棒の最初の頭の輪っかの部分がスーッと窓から入ってくるんで、首くくりの輪っかに見えるんですよ。だから、これで首でもくくれやメソメソしてんだったらさ、みたいな風に一瞬見えたのは僕だけではないというのを橋本 P もそう見えたというね。それはまあ関係ないんですけど。ということでですね、この今回の、まあ、プロットとかはほとんど同じだし、セリフも、さっきの、あんたは最高の友達、僕の今まで持った最高の友達だってセリフは元にもありますからね。バランスは大体同じなんですけど、そのハラルド・ズワルド監督さんは、今まで言ってきたように、本当にうまいっていうところも、やっぱある。それが7ぐらい。ここもちょっとなんとかなんなかったのかなっていうところは3。例えば、その、ドレ君が、もう国に帰りたいんだよ、もうこんなとこやるんだよと、管理人さんの部屋の前でどうこうね、言うところ。俺もずっとほら壁叩く壁叩かないのかよっていうね、そういうところはね、なんかちょっと僕的にはね、がっかりしたようなところも何か所かあったりとか、まあだれるなってとこもあったりはします。あとまあこれはしょうがないけど、クライマックスね、まあ今風だったりとか、まあむしろゲーム風だとか、ということがあったりしますけど、ただ旧作のオリジナルのジョン・ジー・アビドルセンのね、アビルドセンさんの、あの演出の仕方、ちょっと今は多分この規模のハリウッド映画で今あれをやるのはもう無理だし、そこを比べてももうね、せんないことじゃないかと。あとですね、ちょっとメールでいくつかあった、なんかその最新ヒット曲みたいなのが意味なくかかってさみたいな、これちなみにオリジナル版もそうですから、84年、思いっきりそういう MTV 時代の始まりで、そういうなんかサントラの曲が流れて、意味なくというか歌詞と連動して流れてみたいなのはもう全然その頃からあるんですけど、ただそのジョン・ジー・アビルドセンの演出がそういう感じになってないっていうだけであって、前からそれはそうなんですよ。はい、ということで、今回のそのリメイク版は決して満点とは言いませんけど、といった感じで僕は非常に評価してます。すごくいいリメイクだと僕は思いました。いい線いってるリメイクだと思いました。で、何よりやっぱり元のプロットがすごくしっかりしてるってことが本当に大事なことだなというふうに思いました。今回の、リメイク版なかなかいいと思いますので、見てぜひオリジナルのベストキットも見ていただきたいと思います。両方旧版新版合わせておすすめです。さあ行ってみよう。さあということで、来週はですね、スペシャルウィークのため3の目なんですけど、特別編成でお送りします。題してシネマハスラー豪華2本立て、この夏数字取ったるでスペシャル、ということです。まあ要するに数字が取れそうな作品をね、2本立てでやれば数字が取れるんじゃないかっていうね、そういう企画となっております。ということで、ラインナップはこんな感じとなっております。1枠、仮面ライダーダブル、仮面ライダーダブルフォーエバー A2Z でいいのかな、 A2Z、運命のガイアメモリーということで、劇場版の仮面ライダーダブル、以前一回取り上げましたけど、今回すごく評判がいいというのと、シネマハズラで取り上げた別の作品との実は関連も指摘されているあたり、指摘というかね、関連もあるというあたり、ちょっとこう興味を持っております。仮面ライダーダブル、あ、そうで、その仮面ライダーの表をやった時に数字が良かったんだってなので仮面ライダーなら数字取れるだろうという読みのもとの才能目です。2枠、仮面ライダーダブルフォーエバー A2Z、運命のガイアメモリー、どうしても仮面ライダー当ててほしいというね、仮面ライダーで数字を取るぞ。3枠、仮面ライダーダブルフォーエバー A2Z 運命のガイアメモリー、はい、3枠までが仮面ライダーダブルとなっております。そして4枠、インセプション、はい、これまあここのとこ僕がやたらとインセプションインセプションって言ってるので、
ね、ちょっと説明でもしないと僕がどう思ってるのか分かりづれえだろうっていう問題もあると思いますので、インセプションを入れてみました。語学仮暮らしのアリエッティ、はい、ジブリね、まあまあ評判はまあまあってところなんですかね。はい、まあジブリということでビッグネーム入れてました。そして6枠リスナー枠です。ラジオネームムネさん、ヒクとドラゴンをぜひ評論してください。私にとっては 3D という映画体験込みで今年のベストワン映画です。しかしどんなに進めても周りの人に興味を持ってもらえません。ここは一つ説得力のある評論をしてこの映画の魅力を多くの人に広めてほしいです。あのですね、言っときます、ヒクとドラゴン、サイコロに当たろうと当たる前と言った方がいいですよ。あのおすすめです。はい、ということで今回はサイコロを2回振ります。そしてですね、ちょっといつもね同じサイコロ、どんぶりで2回振ってるんです。今回あのどんぶりを2つ用意しておりまして、サウンドが違うというあたりもね、注目していただきたいと思います。いきますよ、もう一回枠をいきましょう。1枠仮面ライダーダブル、2枠仮面ライダーダブル、3枠仮面ライダーダブル、4枠インセプション、5枠仮暮らしのアリエッティ、6枠リスナー枠でヒックとドラゴン。レッツ一発目サイコロタイム。 All right now Roll。じゃあまずはいつものキティちゃんの方からいきましょうか。はい、3枠仮面ライダーダブル、フォーエバー A2Z 運命のガイアメモリー。ウチャマン Watch this movie。 ただね、その仮面ライダーやれば数字が取れるって知らんからね、俺はそんなことは知らんからね、はい、責任取れんからね。はい、ということで一発目の仮面ライダーダブルになりました。それでは2本目いってみましょう。レッツサイコロタイム。今のね、サウンドの違いもね、注目してくださいね。どうだろうな、どれ当たってもめんどくせえな。めんどくせえ。めんどくせえよ。4枠インセプションか。めんどくせえ。ウチャマル。パチパチじゃないですよ。おすすめです。はい。はい、ということで、仮面ライダーダブル、フォーエバー A2Z 運命のガイアメモリとインセプションを来週は評論していと思います。もうこの映画を見たというリスナーの皆さんからの感想もお待ちしております。また私に見てほしい映画も募集中です。映画のタイトルとその映画を見てほしい理由を詳しく書いて送ってください。リスナー枠として採用された方には映画代2000円をプレゼントします。宛先はメールの方は utamaru@tbs.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、ライムスタータムのウィークのシャッフル、ザ・シネマ柱係まで送ってください。以上、映画バクトの生き様スペシャルウィークも見せらせ。はい、ということでここでタマフル映画イベントのお知らせもしておきましょう。タマフル必修映画セレクション in 新宿バルト9、開催いたします。9月3日金曜の夜とその翌週9月10日金曜日の夜の2回、上映会&トークショーを俺たちの映画館新宿バルト9で行いますと。9月3日の上映会&トークショーは課題作品としてグラインドハウス USA 公開バージョン、はい、デスプルーフとプラネットテラー2本立てで、フェイク予告編もつくというグラインドハウス本来の上映形態、しかもこれ日本版の DVD の、 特別版に入ってたりしますけど、劇場で見ないとね、やっぱね、それが本来のやっぱタナティードの意図だと思いますので、より意図に近い形で見れる、グラインドハウス USA バージョン公開バージョン、劇場公開、このチャンスをお見逃しなく。そして9月10日上映会&トークショーは、課題作品ジョニー・トー監督エレクション、そしてその続編エレクション死の報復ということです。はい、特にそのエレクションその2の方ですね、死の報復の方はちゃんとスクリーンに結局かかんなくて DVD3 になっちゃったりしましたので、これを2本連続、劇場のスクリーンで見れる機会はそうなかなかないですぞということで、こちらもこの機会を見逃しなく。はい、今回はオールナイトイベントではなく夜7時に始まり終電までに帰れる時間に終了、金曜夜だから飲みにも行けちゃう。しかも今回は前売りチケットを購入の皆様にタマフル御用達、モテ文具ブランドデザインフィルとタマフルがコラボした番組ロゴ入り MD ノート、本当に素晴らしいノート界の最高峰 MD ノートを全員にプレゼントいたします。上映会&トークショーのチケット料金は前売り3500円、先行発売を逃したあなたまだまだチャンスあります。前回よりはただもうちょっとらしいですけど、まだチャンスありますので諦めずに、トライしてください。チケットの一般発売は明日8月22日朝10時から一般発売スタートとなります。セレクトした作品はそれぞれ上映会から1週間、バルト9で、タマフル必修映画セレクションとしてレイトショーでも上映されますので、そちらの方ももしその日が都合悪い方はぜひ本当に絶対見た方がいいですから、私のトークとか別に絶対おすすめなので、ぜひ見に行ってください。詳しくはウィークのシャッフルホームページでチェックしてください。この後は申し訳ないたずより DJ テルイ申し訳エッグさんが登場です。ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。